お疲れ様です。ナミさん、ヘギそばの方ありがとうございます、まあ。ゆっくりとね、いただいていこうかと思います。まあ、最近はね、めんつゆ作りに私も凝ってまして、まあ、いろんな調味料を調合して作るわけですけども、まあ、いろんなっつってもね、みりんと醤油と水、これだけなんですけどもね、その割合によってはね、あのみりんの美味しさが引き出させていた,だいたりとか、それから醤油についても、まあ、質の悪い醤油を使うのか、きちんとしたね、 作り酒で作ってる醤油を使うのかによっても、だいぶこの味ってのは変わってくるもんですよね。えただし前提としては味覚が整っていないと、うん、やっぱりね、既存のタレとか醤油の方が味がはっきりしていて美味しいっていう風になっちゃうんですよね。まあこの味覚っていうのはね、まあ相当 メンテナンスしないとそれこそ年単位でメンテナンスしないと、まあ、相変わらず脂っこいものが美味しいっていうようなねまあ妙な感覚になってしまうもんです、うんまあ、特に魚料理なんてのはその塩水の塩のね配分によってだいぶ魚の味って変わってきますから、うん、まあそんな勝負なのかもしれませんけどもまあおしいものっていうのはそれなりに評価できる味覚ってものがないといけないのかなっていうことでございます、まあ、そう考えていくと まあ、暴飲暴食をしていた時期っていうのはね何を食べても美味しいっていうふうに感じていた随分、まあ、乱暴な味覚だったような気がしますまあそばっていうのもそば、うん、粉から作られているからこそのそば粉の美味しさっていうのが感じれるんですけども、まあ、普段私たちが食べているおそばっていうのはね単なる小麦粉の練り物とあと訳の分かんない、えー、調味料化学合成調味料っていうのをね混ぜこぜにしてるものですからなんか考えてみたらね随分気持ち悪いものを食べていたなっていうような気がしないでもないですね はい、それからですね、えー、広島のもみじ饅頭まんじゅう、すごく名産で、これはね、いつまでたっても受けるものではあると思いますけども、ナ、ま、ミ、あ、さんが言われていたようにね、美味しいものとか、自分の目の前にある食べ物っていうのは、独り占めする人っていうのはいるわけですよ。うん、で、反面、あこれは美味しいから取っといて、みんなに分けてあげないとなって考える人もいて、やっぱり。 性格とととかかか人格の分かれるところかなと思います、まあ、よくね、お里が知れるって言いますけども、うん、やっぱりこの幼い頃についた習慣っていうのは、ずいぶん先まで持ち越すもんで、なんか自分、独り占めしないとね、もったいないって感じる人と、みんなに知らせないともったいないって人っているわけですよね。うん、まあ、あの、我が家のことではないんですけどもね、あうちの大和君っていうのはね、何でもかんでも人に分けるんですよね。 それがね、また面白くってですね、おいしいものとか好きなものってのは、半分とか大半自分があ確保しておいて、ちょびっとだけ人に分けてあげるみたいなことをするわけですよ。あと、あんまり好きじゃないものはね、その逆ですよね。ちょびっとだけ自分で確保して、はい、半分こうとか言ってからね、8割ぐらいをこっちによこしてくるみたいなこともあるわけですけども。まあでもね、このね、分けるっていう習慣がついてくれたのは、まあ、非常に私としてもありがたいことだったかなと。 まあ昔ねあの昔って言ってもそんなにね10年前じゃないですけどもうちの子がねまだね1歳かまだそのくらいですよねあの島次郎の教材で「半分こ半分こ」って歌があって、まあ、そこからねああもうこのうちから2年後3年後を見据えて何でも分けるっていう風な習慣がつかないものかなと思ってあの何かをねあの渡すたんびにじゃあ分けてっていう風にお願いしたんですよね、まあ、そうすると 何か美味しいものとか目の前にお菓子とかね、えー、そういったものが来た時には、もう都度分けることからスタートするっていうふうな習慣になるんですよね。まあ三つ子の魂、何とやらとも言いますけども、まあこういった食育がものすごく人には大事なのかなと。最近はね、大和魂っていう言葉もあるんですけども、大和の矢の字っていうのは、矢。まさに大和の三文字の中の矢にものすごく意味があるっていうことを知りました。というのはどういうことかっていうと、矢っていうのはもともと もうやをよろずの神っていう意味を込めてやっていう一文字にしたらしいんですよあの日本語のねあいうえをかきくえをさしせそうこれ単純に何か物を伝えるってことじゃなくてあんならあ自体に物語があるわけなんですよそれをしたためてるのが古事記や日本書紀なんですよね、まあ、つまり古事記や日本書紀ってものに造形がなければ日本語の意味すらわからないというねまさに教養が言葉を作り出してるのかなと思うばかりでございますいや本当にね あの昭和の20年代以前には、修身という授業がありまして、小学校の時から週5時間ほどですね、この修身というものについて、人は語り継いでいたわけですよ。しかし、この修身というのは強い精神力を作ったりとか、広い社交性を作るということでね、これ GHQ に徹底的に破壊されたという経緯があります。それからというものを、を暗記とか模倣が学習の主眼になってしまったというのはね、悲惨なことだったかなと思います。今でも私たちは あのいわゆるね、インターネットでバズってるものとか、話題のものをね、一生懸命取ろうとして、結局同じような思考になってしまうんですけども、本来ならば、ものすごくニッチなものに興味を持って、自分だけの世界を広げていくっていうところが、あまあ、個性化っていうものじゃないかなと思うんですよね。まあ、今ね、ほんと多様化とかね、個性化とか言いますけども、まあ、はっきり言って多様化も個性化もないようなね、なんか、集約型になってしまってるんじゃないかなっていうふうに感じるのは私だけなんでしょうか。その中で、ヘギそばっていうのはね、 遠く広島から私みたいいなファンがいてでも多分ね新潟の方ではねへぎそばってそこまでね、えー、話題になってないんじゃないかなと思いますおそらく、まあ、広島県内にいてもねじゃあもみじまんじゅうを頻繁に食べますかって言ったら食べないんですよ ただ広島県外の人はもみじまんじゅうを食べるケースっていうのは間違いなく広島県民よりも多いと思います、まあ、そんな感じでお土産とかね特産品っていうのは地元に受けるんじゃなくて地元に来た人に受けるように作られてるのかなと感じるわけでございますけども皆さんいかがなかお感じになったでしょうかということで今回以上でございます